暗密姫は、倉金翔介による日本の漫画作品。また、それを元にした、映画、テレビドラマ、テレビアニメ作品、および、同作品に登場する、主人公の名前である。漫画作品としては、1949年から1955年にかけて、公文社、少女に連載された原作と、 テレビアニメ化のタイアップとして1986年から1987年に、講談社、仲良しに掲載された、竹本泉版がある。やんちゃでお天ば、おちゃっぴーな、あんみつ姫が、城の内外で騒動を巻き起こす、時代劇コメディ。歌詞類にちなんだキャラクターの名前や、江戸時代を舞台にしていながら、現代のものが混在し、発表当時の出来事や流行が、作中に、 数多く登場するという特徴がある。原作漫画が一旦連載終了した1954年に、東方系の東京映画で、雪村泉主演の映画が2本作られ、以降何度も映像化されている。1958年には、ラジオ、東京テレビにて、中原美佐著主演で連続ドラマ化。九百六十年のドラマ放送終了後には、小畜で、再び映画化され、 ワニブチハルコが主演した。原作者の没後に作られた映像化作品はすべてフジテレビ系列で放送されている。1983年には小泉京子主演で月曜ドラマランドにて再度ドラマ化された。1986年にはスタジオピエロ制作のテレビアニメ作品として放送。小山真美が安密姫の声を演じたほか、 当時の人気アイドルグループであるオニャンコクラブが主題歌を務めた。このアニメ版をもとにしてセガマーク3用ソフトとしてテレビゲーム化もされている。また、1986年から1987年まで関西電力の CM のキャラクターに起用された。その後も1995年に第32回新春閣手芸大会で内田明が演じ、 2008年には井上真央主演でドラマ化された。1949年、すでに創刊されていた公文社の少年雑誌、少年と対応なす少女雑誌として少女が創刊された。以来、少女では売り出し中だった長谷川町子による漫画仲良し手帳が連載されていたが、さらにこの雑誌の柱となる漫画を求めた編集部は、 長谷川と同じたがわ水宝の門下である、倉兼章介に白羽の矢を立てた。倉兼と編集部は、終戦後の不自由な時代に、少女たちを満足させるためには、衣食住、特に食べるものと着るものが必要であると考え、登場人物の名前を、当時は入手困難だった甘い食べ物に設定し、主人公を振袖のお姫様とした。また、 親たちが子供を気遣う余裕のない時代だったため、現実の厳しさから離れた夢のある物語を展開するための舞台として、江戸時代が設定された。こうして、少女の第4号から安密姫の連載がスタートし、1万部程度だった少女の発行部数を70万部まで伸ばすほどの人気漫画となった。少女たちだけでなく、少年たちの間でも人気を博した。 安密姫は単行本となり映画化もされた。少女での連載終了から1年後の1956年には、集英社の少女雑誌、リボンで連載を再開。1958年からは、掲載誌を同社の芸能雑誌、明星に移し、安密姫もお年頃のタイトルで連載され、テレビドラマ化もされた。講談社の楽しい2年生、小学館の幼稚園と、 並行しながら、病星での連載は1962年4月号まで続いた。主題歌1950年にキングレコードより発売。1986年の竹本泉による漫画は、テレビアニメ版と抗義のメディアミックスの関係にある作品ではあるが、アニメ版の新番組告知が公表される前から、連載が始まり、アニメ版のコミカライズではなく、 全く別内容のナンセンスコメディとなっている。特徴的なこととして、主要キャラクターとして、隣の国の若殿様、桜持太郎というオリジナルのキャラクターが登場している。これはもともとアニメ版の企画段階で用意されたキャラクターに機嫌を持つが、アニメ版では、設定が正式決定するまでに没となって、未登場になり、竹本版での未登場になったという経緯をたどった。 ものである。倉金翔介版、竹本泉版1951年12月30日から1952年3月30日まで、ラジオ東京で日曜日17時5分から17時25分に放送された、公文社の一社提供。他雑誌、少女に連載された、安密姫を原作としている、以下の2本が公開された。 キャストスタッフ主題歌同時上映、安密姫の武者修行のタイトルで、1960年12月27日から、小畜で正月映画として公開された。時代劇初主演のワニブチハルコのほか、多数の歌謡スターやジャズ界の人気者が出演した。雑誌、病状に連載されていた、安密姫もお年頃を原作としており、姫の年齢は16歳に設定されている。 安ツ姫の映像化作品としては、初のカラー作品。キャストスタッフ主題歌1958年12月1日から1960年10月28日まで、ラジオ、東京テレビ系列で月曜日の19時19時30分、金曜日の19時19時30分に放送。全100回、ブラザーミシン販売の一社提供。病状に連載されていた。 安密姫もお年頃を原作としている。キャスト客中のないものは第50話題法により、スタッフ客中のないものは第50話題法により、主題歌各割リスト、朝日新聞のラジオテレビ欄をもとに作成、放送局1960年9月時点、番組開始当初は何回放送でも放送されていた。 放映キャストスタッフ主題歌放映キャストスタッフ主題歌1986年10月5日から1987年9月27日までフジテレビ系列で毎週日曜18時18時30分枠において放送されたサントリースポーツ天国スポーツ特 Q とそれまでスポーツニュース番組が放送されていたこの枠でアニメ作品が放送されるのは未来警察 ウラシマンの枠移動前の1983年3月末、以来3年半振りとなった。メインスポンサーのバンダイからは、アンミツ姫の人形など各種玩具が発売された。文具関連のグッズは、菓ノートが、製造、販売。原則として、各話1話完結であるが、以前の回で登場したキャラクターやストーリーが、後の回で言及されることも多い。 放送日時は個別に出展が提示されているものを除き1987年9月終了時点放送系列は放送当時のものとするアニメの放送期間中にセガエンタープライゼスより同社のテレビゲーム機セガマーク3用ソフトとして発売されたアドベンチャーゲームに分類されるが当時主流であったコマンド選択方式ではなく暗ツ姫を直接操作して探索を行うなど アクションゲームの要素が強い。物語は、真相回転したケーキ屋、ポンポコーに向かうため、8つに切断された店のチラシを探し回り、城を抜け出すというもの。ゲームには、時刻の概念があり、移動を繰り返すたびに少しずつ時間が経過していく。夕方5時までに、ケーキ屋にたどり着かないと、ゲームオーバーになってしまう。用意されている面は、甘辛城、城と町をつなぐ森。 超、町と、ケーキ屋をつなぐ、森の4つ。このうち山から城と、町は、他のキャラクターとの会話やアイテムの創作といった、謎解きを行うアドベンチャーシーン。2つの森は左右への、移動とジャンプ、唯一の攻撃方法となる、コンペイトを投げを駆使し、敵や罠をかわしながら、終点を目指すアクションシーンとなる。画面はいずれもサイドビュー表示。ファミリーコンピュータを超える、 同時発色数というマーク3の特徴を生かし、各キャラクターは小さいながらもアニメの雰囲気を損なう、ことなく再現された。しかしゲーム内では謎解きに関するヒントはほとんど用意、されておらず、ある時刻に、特定の場所で何かを行うといった、複雑な謎やすぐ、ゲームオーバーになる、理不尽な罠が非常に多いなど、アニメの主な視聴者層である子供を対象としている。 作品にもかかわらず難易度が高く設定されており、マーク3ユーザーからの幅広い指示は得られなかった。日本国外の市場ではキャラクターを暗密姫からセガのマスコット的存在であったアレックスキットに変更し、アレックスキットインハイテックワールドのタイトルで発売された。ハイテックワールドと名が付いているものの、キャラクターグラフィックに変更が加えられている程度で、 安密姫の舞台となった江戸時代の雰囲気は残されている。ありがとうございます。